カンテルズです。福田です。江沢です。江沢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言われなくても言うから言われなくても言うからやめろ。サイズするできるよちゃんと。あ、そうですか。8年もやってるからね。8年もやってるからね。僕最近ね、思うことあるんですけどね、ものすごく結婚したいですよね。あ、そうだね、結婚したいよってね、何でもいいから愛してくれよって、やっぱり、弟2人結婚しててね、幸せそうなんですよね。羨ましいよってね、片身狭いよってね、一回だけ言ってみるよね。出番、出会いがないですよね。あ、そうなんだ、誰も愛してくれないよってね、一生孤独だよって一回言ってみるよ。結婚できるのかな、考えてるんですよね、僕はね。だから誰でもいいから教えてよ。聞こえてんですよ。やめろそれ。騙すままんじゃねえかも。で結婚したいでしょ。そうだよ。出会いがないんでしょ。ないよ。だからナンパすればいいじゃん。バカじゃないの。なんナンパなんてしたことないしね、どうやって声かけていいか分かんない。あ、そう。じゃあ、俺何回かあるから、あのナンパの練習ちょっとやってみようね。教えてあげるからね。じゃあ大丈夫だからね。ヘイヨーってね。ヘイヨーヘイヨーヘイヨー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 ヘイ彼女ヘイ彼女ヘイメンヘイメン何やってんの。おかしくねえじゃん。ヘイメンって言っちゃってんじゃん。男性に声かけてどうすんだよ。でもそれぐらい風変わりな方が今立ち止まってくるんだから。本当かよ。大丈夫。お前がそんならやるよ。ヘイメンヘイメン何やってんの。何やってんの。一緒にカッパ寿司行かない。一緒にカッパ寿司行かない。最高52皿食ったし。もっと食えるし。もっと食えるし。60皿。何の話だよ。ナンパでお前カッパ寿司きついだろうね。でも日本人寿司好きだから絶対大丈夫。そうだけどよ。分かったよ。あ、そうだ言い忘れたけどさ。そうだ言い忘れたけどさ。俺カッパなんだよね。俺カッパなんだよね。意外とこんなもんだよ。意外とこんなもんだよ。太ってるでしょ。カッパにナンパされてよかったね。カッパにナンパされてよかったね。でカッパ寿司。カッパじゃねえよ。どう見ても人間だろうが太ったよ。いやでも騙すことも大切だから。本当かよ。大丈夫。分かったよ。カッパ寿司行かないって。カッパ寿司行かない。人待ってる。人待ってる。その人食っていいですか。その人食っていいですか。人食うの好きなんですよって。俺人食うの好きなんですよ。3人食ったんですよね。この間3人食ったんですよね。バリバリムシャムシャって。バリバリムシャ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 バリバリってムシャムシャバリバリ。以上ナンパジョークでした。以上ナンパジョークでした。何なんだよこれ。バリバリムシャムシャ気持ち悪いのこの野郎。食べちゃうぞお前。だいぶ言うのは分かったよ。食べないよね。分かったよ絶対お前。で一緒にカッパ寿司行こうよって。一緒にカッパ寿司行こうよ。マグロいっぱい食おうよ。マグロいっぱい食おうよ。その後ラブホテル行こうよ。何やらしてんだよ。くだらねえこんなことやってお前。だいたいお前ナンパでついてくるのどうしようもないぞお前。膝蹴り一発でおしまいだよ。そうか。嫌いだからそういう女。いや分かった。ナンパはあれだから。なんだよ。お見合いすればいいじゃんじゃね。バカ。お見合いなんてな、やったことない。しかも緊張するよ、あんな敷居高いの。できるわけないだろ。俺テレビで見たらナンパはもう、あ、なんかお見合いはね、もう間違えてんじゃねえか。つくね、いいとこね。いいとこではないぞ。いいとこでは、エネゴリ君じゃねえか。ベンタ君じゃん、ベンタ君。誰がベンタ君じゃん、これ。漫画でぶたたくとこ。ベンタ君じゃん。ベンタ、そんなことしないと。あ、そう。あんま分かんないけど。じゃあ、お見合いはテレビで見たけど、笑顔を作ってるの絶対成功するんだって。知らねえよ、本当だよ。本当。だから、ちょっと笑顔で、ちょっとお見合いの練習ですね。いや、やらない。大丈夫だから、絶対。さっきの二の舞だから。次は大丈夫だ。いや、やらない。本当やらない、やらない、やらない。はじめまして。はじめましてあ、江沢って言います。江沢って言います。うるさいですよね。うるさいですよね。すいませんすいませんあ、趣味です。うるせえよ、わけよ。なんでこんなうるせえんだよ、お前。喉潰れちゃうんだろ。いや、元気な方とか印象いいから。本当かよ。大丈夫。分かったよ。趣味ですか。趣味ですか。トンボ捕まえるのが好きなんですよ。僕トンボ捕まえるの好きなんですよ。僕森に行くとね。僕森に行くとね、体中にトンボ飛ばんですよね。体中にトンボ飛ばんですよね。かっけっしょって。かっけっしょ。今度インスタグラム載せるんで見てください。今度インスタグラム載せるんで見てください。更新したら悪いだろ。見たくねえし、載せたくねえよ、全身トンボ男はよ。でもトンボに好かれるぐらいいい人だって。触んのもね。大丈夫大丈夫。分かったよ。トンボ好きなんですよ。僕トンボ好きなんですよ。好きすぎてトンボの歌作りました。好きすぎてトンボの歌作りました。聞いてください。聞いてください。トンボトンボトンボ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 。これの繰り返しですね。この繰り返しですね。曲じゃねえよこれは。バカでもできるやつだろ。でもどんな人、あ、でも作曲できるの。作曲って言わねえよね。好きね、絶対聞いてる。ただ来ると言ってるだけだろ。大丈夫だ。触んな。ちなみに子供何人ですか。ちなみに子供何人欲しいですか。3人。3人。俺1人も欲しくないですね。俺1人欲しくないですね。いたら虐待しちゃうんで。いたら虐待しちゃうんで。一緒に結婚しなさいよ。一緒に結婚しなさいよ。トンボ捕まえに行きましょうよ。トンボ捕まえに行きましょうよ。その後ラブホテル行きましょうよ。うるせえ話しよ、バカ。なんなんだこのくだらねえのよ。え、ダメ。結婚できねえこんなんじゃ。あ、そう。そうだよ、無駄に喉痛いしよ。オラオラって何なんだあれ。得体の知れないこと言うんじゃねえよ。待って、ごめん。ダメんだよ。いろいろ言いました、ごめん。なんだよ。これだけ言った方がいい。
首埋もれてるよ。埋もれてねえよ。